おはようございます。笠井助です。今、2021年の5月16日、午前の7時54分になっております。先ほど起きてすぐ電源を入れてゲームしております。前回の続きをですね、やっていきたいかなと思っております。よろしくお願いいたします。笠井助です。はい、言ったかな。ということです。まあ、起きたばっかりなんですけど、記憶は鮮明にありますので、データをロードして、先に進めていきたいと思います。まあ、かなり順調にいってるなというところで、進んでたかなと思っておりますけど、そうですね、この地図からすると、まあ、北上していこうかなっていうふうに考えていたところでした。中央からもですね、さらに中央を攻めつつ北上していくという、そういう予定だったんですよね。ということで、はい、人材も揃ってきましたし、まあ、調子がいいなというところですね。とりあえずちょっと開発でも壊しておいて、1ヶ月開発でいいと思いますので、まあ、ちょっと開発能力の高い人たちを使って、とりあえず開発します。あと、ちょっとソースを使ったのは持ってなかったかなと思いますけど、創作でもしながらですね、もうどんどん攻めていきたいかなと思っております。ここも戦闘準備ですね。まずはその戦闘準備をして、ちょっと人材が少ないかなという気がしましたんで、ここはちょっと人材を送らなきゃいけないですね。で、洛陽は、洛陽ですけど、まあ、ここはもう訓練が整ってて、あと情報としては特に得られてないんですが、ここは一応董卓軍に密接しているので、まあ、そんな油断するほどでもないんですけど、まあ、単純にですね、こいつは弱いんで、こいつを倒していきたいかなとは思っておりました。さあ、舞台としてはですね、これは、まあ、宗神花公園の2部隊でもいいんですけど、そうですね、ちょっと舞台の編成をちょっと変えたいと思います。やっぱり2人で攻めていくっていうのはちょっとバカらしいので、そうですね、ちょっと花崗屯の部隊を、まあ、花崗屯は隊首として守りを固める役員として考えて、で、戦闘部隊をちょっと増やしていきたいかなと思いますので、長江を、まあ、ちょっと割と重要視しつつ、李重はまあ3000ぐらいで。で、この人は少しだけで、ここで二分していきたいかなと思います。花公園を一応部隊長にして、まあ、こんな感じでちょっと編成してですね、まあ、訓練度はいいんで、これで攻めてみたいと思います。まあ、かなり余裕だとは思うんですけど、長江だと花公園を一応頭にして、宗神、しまったな、これ。まあいいでしょう。とりあえずこんな感じで、一旦攻めてみたいと思います。市長じゃなくて、花公園の総大将にして、金はいい。米も2万に対しては、まあ4万もあれば十分という感じですね。戦力は互角というか、かなり余裕だと思うんですけど、共同作戦はどうしようかな。共同作戦はいらないです。はい。まあ、かなり楽勝だと思いますので、楽勝で倒していきたいかなと思います。もう今起きたばっかりなんで、ちょっと声が 若干というか、かなり、起きたばっかりの声になってしまっておりますけど、1万3000か、結構いますね、意外に。結局多分1人で兵を持ってるパターンだと思うんですけど、目の前に橋があるのかなと思ったらなかったので、迂回していきます。まあ、これもちょっと戦闘カットしておきたいと思います。はい、ここまで来ましたんで、あとは一斉攻撃で倒していきたいと思います。はい、とりあえずはですね、
もうあと城を囲むだけという感じですね。1万1000対2万2000です。あとはもう囲んで一斉攻撃です。あ、こうした方がいいですね、はい。攻撃はしないと。基本的に城で一人で守ってても結構防御力が高いので、やっぱり城は一斉攻撃をかけるのが一番無難ですね。こんな感じで一斉攻撃をかけて、今8300と2万1000だからこっちの消耗が非常に少ないのが、まあ、お分かりいただけるかなと思います。この一斉攻撃が、まあ、ほとんど、非常に、まあ、重要なポイントですよ。あと高地を捉えました。はい、もう一回を追撃と。一応ですね、隣に空白国があったのでそこを逃げていっていると思われます。はい、勝利しました。さて、純装、これはもともとは多分トータクハイカーなんですけど、あとまあこいつらはまあ多少兵を持ってるんで一応登用しておきます。コシン、これまた弱いですね。これはもうこれもいらないですね。で、コーチュ、まあこの人は一応君主ということなんですけど、まあとりあえず、解放しておきますかね。はい、動かされました。さあ、これで一応洛陽からの戦闘ですね、巨匠をゲットしましたと。まあ、巨匠はですね、魏の都になるような場所なんですけど、まあ、かなり発展している場所です。とりあえず洛陽部隊は、まあ、あとはですね、まあ、次回にお金が入ってくると思うんで、一応1ヶ月間だけ開発をしておきます。そしてあとは、まあ、褒美でも上げておきます。あ、まあ、この辺とりあえずちょっとこの辺修正を上げておきますかね。あ、お金がなかったですね。はい、ということは、まあ、書物でも渡しておきますか。書物は一応タダで、上げれるんで、渡しましたというとこですね。賃流はここなんですけど、この人が今一人で守ってるような状態になってまして、でここはちょっと割と人材が出てくる場所なんで、もう少しここにさしておこうかなと思います。捜索をかけて、あとは、まあ、軍事的な準備は、まあ、特には必要ないですけど、ちょっとお金がないんで特に何もできないところですね。まあ、転移もゲットしたんですけど、というところですね。一旦ここで締めます。さて、先ほど攻めた巨匠の花公園ですね、とりあえず税率が下がってるんで40に戻しておきます。まあ、40にするのが一番無難なんでですね、結構お金もあるし米もかなりあるです、あるというところですね、この人たちは。はい、多分凶暴に関しては、満朝は高尊さんのもと、満朝は大体どこの人物やったかちょっと忘れましたけど、何か来ました。はい、多分そうですね、共同して攻めてくれ、ということなんですよね。これ159っていう、まあ、数字はなかなか魅力的なんですけど、はい、賛成しかねますよと。では、お金を釣り上げます。あ、これかなり高いですね。はい、これは承知しておきます。というのがですね、序南ってさっき、攻めた凶暴がいた場所なんですけど、まあ、要するにはですね、この凶暴を一緒に倒してくれということ で、 ある程度お金がもらえるのも見込んで、結構お金を、高めに設定して、一緒に攻めようって言ってるみたいですけど、まあ、どうせ後で取るんでですね、それならお金もらってでも、まあ、攻めておいた方が楽かなという感じがしています。劉表があの三国と孫権の一国で、なんかこう一進一退してます。はい、来てますね。これはですね、巨匠から援軍を送って倒したいと思います。
とりあえず総人一人送ってれば十分だと思うんですよね。まあこれももう勝ちが確定している戦いという感じですね。まあ兵糧がないんですよね、結果としてですね、兵もいないみたいですし、まあもうここはもう見るまでもない戦闘だと思いますので、もうカットしたいと思います。ですね、ちょっと今気づいたんですけど、どうやら逆の方に味方してたような感じがしますね。孔忠は殺されてしまいましたと。あら、これは失敗しましたね。お金をもらえると思ってたのが逆の方についてしまってて、ミスミス逃してしまいましたという感じでした。はい、ちょっともったいないことをしてしまったんですけど、まあいいかな。とりあえず1月になってお金も入ってきましたんで、立て直して、まあどんどん攻めていきたいかなと思います。まずですね、ここはちょっと開発が割とできるようにと思って人材を集めてるんですよね。ですね、政治の高い人物が結構いるんで、ここで開発拠点の一つとしてですね、作っていきたいと思います。まず期間を1ヶ月で40で、何もしない方がいいということなんで、やっぱり、45にして、上がるということになりますよと。でお金をですね、極端に開発に使いたくないから、まあ6ヶ月で 45×6 で270ですかね。それで、収穫量が増えるということですから、6ヶ月間頑張ってくださいよという感じです。さあ、あとですね、ここはまあちょっと何歩か 兵を一応集めておく。まあここはもう特に兵はいらないかなという気はしてますんで、まあとりあえず次はですね、劉備の国を攻めようかなと思ってますんで、まあもちろん劉備の国にはですね、張飛と関羽がいるんで、まあなかなか苦戦するというまではいかないとは思うんですけど、そこまで発展してないと思うんでですね、まあ張飛と関羽を取っておきたいんで、とりあえず4ヶ月ほど見て送っておきますか。で、あとは、ここで徴兵をするよりも物資を、まあ、分けていくようなイメージで、していくのが無難かなと思います。あと忠誠はもう特に上げる必要はないんですけど、まあ、少しだけ上げておきますかね、というところですね。で、あとはとりあえず戦闘準備などしつつ、まあ、兵を一応ちょっと分けておきましょうかね。いや、ちょっと徴兵ぐらいしておいてもまあ悪くはないのかなという感じがします。まあ少しだけ徴兵して、兵を分散させておきたいと思います。結果として曹操はもうほとんど兵を持たない、持っても行動が あんまりできないんでですね、ちょっと中途半端なんですよね。こんな感じで割り振りをして、訓練度も50か、ちょっと低いですね。純育に何もさせないのはもったいないんですが、まあ仕方なしですね、という感じですね。さて、牧羊です。ここは、訓練度がまだこんな感じなんで、訓練して、あとはこれだけですね。あ、ここにちょっと人材を送った方が良かったですね。洛陽です。洛陽は少しまだ防御拠点としての役割が必要なので、あとお金もまあまあ入ってきてますから、そうですね、訓練をして、徴兵をして訓練という感じにしておきます。まあまあ徴兵してもいいかなという感じなんで、まあまあ徴兵します。とりあえず加工屯が一番重要なんで、あと理事もちょっと先頭に連れていきたいんで、まあこんな割り振りにしたいと思います。そしてあとはまあ
あ、そうですね、あとは訓練をしておきますと。とりあえず訓練度はもう絶対100にしておいた方がいいんでですね、まあ、90何歩とかまでなら、まあ、許容範囲かなという感じです。さて、巨匠ですね、さっきちょっと戦争で失敗してしまいましたが、基本的にはですね、かなりお金があるんで、がっつり徴兵しておきたいと思います。がっつり徴兵ですね。で、ここからどんどん、戦闘を進めていくという感じですね。さあ、どっちを攻めていくかはちょっと考えどこなんですけど、あ、結構あるな。あ、この長幕なんかいらないんで、宗神もそんなにいらないんで、まあ、加工園ですね、この人に兵をたくさん持たせておきます。そして、そのまま訓練という、あ、訓練はちょっと中途半端なんで、褒美を上げておきたいと思います。特に必要なさそうですけど、一応ですね、褒美を上げて、で、創作でもしておきましょう。ちょっと人材がばらつき出したような感じがしますね。軍師もちょっと一人は欲しいですし、まあ、この巨匠というのはかなり要衝になりますから、たくさん国がつながってるんでですね、ちょっと油断はできないんですけど、まあ、いずれもですね、周りの国がもう弱い国ばっかりなので、あんまり、まあ、警戒する必要もないのかなという、そういう感じですね。陳竜、はい、ここも一応隣接国がまあまああるんですけど、まあ、お金もちょっと入ってきましたんで、まあ、ちょっと徴兵をしておきたいと思います。徴兵して、そうですね、徴兵してちょっと天意を向こうの地域に送りたいかなという感じがしますね。とりあえずちょっとここは当初利点にちょっと頑張ってもらってて、天意を送り込むという感じにしたいと思います。まあ、利点もこんなぐらい、当初もそんないらない、当校ですね、当校もそんないらない。で、天意、まあ、こんな割り振りにして一応訓練をして、ちょっともうちょっと来月ぐらいから訓練をしていくという感じにしましょうかね。まあ、ここはとりあえずあんまりここから攻めていくというよりも、まあ、一応防御の都市という感じにしておきたいと思います。はい、あ、出ましたね、太平洋術の書。もうこんな感じでアイテムをくれるんでですね、実は結構これが大きいんですよね。さてさて、まあ、こうなってくると、そうですね、ここはちょっと今思ったのが、どっちしろ牧羊からですね戦争仕掛けるんで、ちょっとここはそうそう移動しておきましょうかね。ですね、まあ、とりあえずここに残しておきたい人物というのはいくらかいるんですけど、まあ、とりあえずここはもう特に隣接国がもうなくなりますんで、まあ、がっつり移動しても差し支えはないかなと思います。なので、がっつり移動してしまいましょうかね。こうなったらがっつり移動して、はい、で、あとはまあ適当に、この辺に大衆にしておきましょうかね。さあ、木曜にやっていきました。まあ、こんな感じでかなり人材と金銭と米と兵が揃ってきたところなんですけど、ここはとにかく戦闘を仕掛けていこうかなと今思っているので、劉備を攻めようかなと思ってるんですよね。で、情報を見てみますと、多分まだ兵士までは見れないかな。劉備、関羽、張飛、あと陳琳が軍師でいるみたいですね。まあ多分相当弱いと思うんですよね、ここは。分かりました。まあとりあえずですね、まあ軍事的な準備はもう進めてきてますので、もう攻めてもいいかもしれないですね。多分この
松雲定育学進か、ちょっと人材としてはですね弱いなという気がしますんで、ここはちょっとそうそう直々に攻めていくのが、まあ、いいような気がしますね。ちょっと編成します。そうそうを連れていく体の編成を今からしていきます。ってなるとですね、まあ、君主を連れていきますから君主にある程度割かなきゃいけないんで、そういうパターンですね。まず曹操に9000、趙雲、まあでも趙雲がまあ突撃部隊というよりももう少しやっぱ曹操を主体にして、こんな感じですね。であとまあ淳育は、あれなんだって、そうですね、学進か、学進あたりをとりあえず大衆として考えて、あとはまばらに、しておきますか。こんな感じで、攻めていこうかなというところですね。あとは、訓練がちょっとまた下がりましたから、まあ、戦争は来月ですね、こういう感じです。はい。で、次。さあ洛陽です。洛陽もさっき徴兵したばっかりなんで、訓練という感じですね。で洛陽はもう必ず、捜索をしておいた方がいいですね。なんかいるみたいですね。多分開発ができるんであれば、商業開発をこいつらに任しておくか。6ヶ月の、まあ、300ぐらいでやっておきます。そして巨匠は今花公園、あ、ここもですねちょっと軍事的な調整中という感じですね。訓練をして、で、あと捜索をしておきます。とにかく捜索をするとアイテムを拾ってくるんで、これが大きいですね。あ、ウキンがいますね。まあ、ウキンはあんま強くないんですけど、結構かっこいいのでとりあえず投与しておきましょう。ウキンをゲットしておいて、はい、働いてくれますよと。まあ、あんま強くないんですよね。まあ、文官にしておきます。そして、さらに捜索かけて、そうですね、まあ、さらに捜索かけて、そしてですね、実はちょっとこの辺りから考えがあって、ですね、ここを拠点に戦争はしない予定なので、ここはちょっと天員を送り込んでおきますか。さっきの、北伐の部隊に天員を送り込んでおきます、という感じですね。ちょっと兵糧が心もとないですけど、まあ大丈夫でしょう。あとは、まあ、適当に褒美でも与えておきますかね。裏切りそうな気がするんですが、この神兵っていうのは裏切るよって言ってたんでですね。あ、来ましたね。牧羊に行への援軍要請か、来てますよと。まあ、とりあえず兵糧がないんですよね、全然多分。しょうがないんで、とりあえずちょっと向かわせておきます。なんか先手を打たれましたね。まあ、特にですね、怖くはないんですけど、加工音、あ、兵がないんですね。兵糧もないと。徴費が2000。あ、これはいかん。まあでもこれはこれで一つあれなんですよ。結局徴費が一人で守ってるような感じなんで、まあ、あんまり相手にもならないんですけど、ちょっと油断してしまいましたね。まあ、かなり浅はかな戦略ではあるんですけど、確かにこっちはちょっとワンテンポ遅れますし、文官をちょっといじられたのもちょっと残念なんですけど、まあ仕方がないですね。まあ、どうせ取るんであんまり気にはしないんですが、まあ、ここで開発してもあんまり意味がないんですけど、そうですね、そうですね、とりあえずちょっと文官が結構余ってるような状態なので、
ですね、まあいいか、まあとりあえず文化を遊ばせておくのはもったいないんで、ここはこの人たち、政治の高い人たちに開発を頼んでおきます。6ヶ月間の、まあとりあえず300ぐらいで開発してもらいましょう。あとこれも同じくですね、まあ、政治の高い人たちがいっぱいいるんでですね、6ヶ月間の、まあ、300ぐらいで開発をしてもらいます。さっきの張飛の戦闘で武漢を返してくれてたみたいですね、どうやら。まあ、とりあえず劉備はもうじき攻めるんでですね、いいんですけど、なるほど。洛陽、ここももうそろそろ訓練度が溜まってきそうですね、ここはとりあえず防御の拠点という感じですね。巨匠もここは一応戦闘準備中ですね。とりあえず戦闘準備してる間はちょっと何もできないんですよね。はい、で陳留発見できず、でここもとりあえずは戦闘準備中ですね。こうやって複数人で訓練した方が先に、進みますよと。とまあ捜索、そうですね、とまあ人材がちょっと揃ってきたので開発でもしておきますか。6ヶ月間で、60、これ上がるかちょっと分かんないですね。まあいいか、そんな感じです。だいぶいろいろ進んでみるみたいですけど、あ、訓練が100になりましたね。あ、転移だけがあんまり訓練ができてないような状態になってます。さてさて、ということはですね、早速なんですけどここを取り返そうかなというか、あ、ここ今ですね、ここつながってるんですよね。張飛をですねこの状態で孤立させると実はあんまりいいことがないんで、張飛が今攻めてきたのを取り返したいと思います。まあ分かるかなと思うんですけど、ほとんど兵も戦力もないと思いますんで、まあ2人もいれば十分かなという感じです。このような部隊でとりあえず、攻めておきたいと思います。兵1万6000対して米3万もあれば十分ですね。天育は我らにということですから、はい、おそらくすぐ逃げるんじゃないかなと思うんですけど、はい、こういうパターンですね。漢字を捉えました、はい。じゃあ とりあえず逃げるところまで、戦闘カットしていきたいと思います。はい、とりあえずここまで来ました。あともう多分すぐ終わると思いますんで、どうかな、逃げるんじゃない、いやまだ逃げないですね、ということなんで守ってるのは張飛で、まあ不用意に仕掛けていくとあれなんで囲んでいきたいと思います。攻撃ですね、これでやっていかないと消耗してしまいますので、ああ間違えた、一斉攻撃、はい、1900対1万5000と、はい、消費退却しましたよっていうところですね。はい、まあこれはもう想定通りというか、まあ大したあれではないというか、これは先ほどこっちの仲間だった漢順ですね、という感じですが、まあ今回はまあこの辺にしておきたいと思います。まあ少し進んだかなというぐらいなんですが、基本的には戦闘準備してた回というところですかね。はい、ということで、今ちょっと朝こっちから撮ってみました。ちょっと声がざっとなってるかもしれませんけども、まあそれはそれでよしとしましょう。はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。